スマスモチャンネルへようこそ。このチャンネルは神戸市須磨区の地元目線の暮らしを紹介し、この町にもっとたくさんの人が暮らし楽しんでもらうための情報番組です。ということで、これ、今日が最初なんですよね。で、まず僕の紹介をさせていただきます。私は、須磨区町育てサポーターの角野文和と申します。よろしくお願いします。ということ感じでいいですかね。はい、いきますね。で、栄えある第1回目なんですけども、今日は板江戸にある、井戸書店さんの方に、来させてもらってます。じゃあ、井戸さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。井戸書店、この板江戸の駅前にあるということなんですけども、こちらは営業されて長いんでしょうか、ね、そうですね、戦後間もなく、古本屋から始まって、あ、そうなんですね、もう75年ぐらい経つかなという感じですね。ちょっとホームページ拝見させてもらうと、非常識な本屋って書いてあったんですけど、まあ僕もちょっと入ってみてそんな匂いがプンプンしとるんですけども、そうかな。いや、ちょっと井戸さんのね、すごい大きな声で僕も圧倒されてますけども、自分だけマイク持ってんねんね。いや、こっちやると声が大きすぎるから、僕の方持ってくださいっていう、はい、ちょっとさっき見渡してみたんですけど、本屋さんですよね。そうですよ、はい、ちょっと本並べてるなと思って見たんですけども、なんか間にこう人参ジュースが挟まってるんですけど、これ何なんですかね。これはね、もう15、6年前ぐらいに人参ジュースダイエットというのが流行ってね、はいはい、で本がよう売れたんですけど、で人参ジュースも横に並んでたらいいんちゃうかと思って、で、新潟魚沼さんのですね、はい、人参ジュースを仕入れて、はい、で私が一番愛にしてるんですよね。あ、そうですね、はい、なんか10年間飲んでるっていうふうに書いてます。もう10年以上飲んでると思います。10年以上、はい、もう10年もう20年ぐらい、まあ20年ぐらい飲んでるかと思いますけどね、はい、こんな感じでいいんですかね、はい。じゃあちょっと他も見て いけたらと思います。はい、はい、何を見ますかね。僕がちょっと気になってるのがですね、これいいですか、これですね。これ毎日書き換えているんです。そうですね、はい、これ何ですか。はい、ここが毎日書き換えとるんですけど、うん、うち第2日曜日の朝9時から、はい、論語塾、池谷の子供論語塾のやってまして、はい、で地域の子供たち集めて論語をこう勉強しとる、うんうん、やってるんです、はいはい、でそういうことをやってるんで、1日1個ぐらい論語をですね書き換えようということで、ここに。あ、そうなんですね。この論語塾ってどこでやってるんですか。ここでやってる。ここでやってるんです。どこでやるんですか。これバーッと動くんですよ。バーッと動くんですか。え、どういうことですか。日本でレールのついてる本屋はここしかない。あ、レールがついてるんですね。レールがここにこうあるんですよ、ね、こういう風に。はい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 。本が乗ったままさーっと動くわけです。はあ。あ、本屋がじゃあレールに乗って滑るわけですね。本屋がレールに乗る。あ、棚がね、棚がレールに乗って動くと、はい。へえ、すごいです。ちょっと見てみたいですね。はい。はい。はい。ということはこの帯全部スタッフの方が書いておられるんですね。そうですね。うちからの発信ということで、はいはい、少しでもその、井戸書店からのメッセージを伝えたいっていう思いで、はい、あ、そうなんですね、はい、そしてこのじゃあここの本棚も、ガラガラというふうに、動きますよ、はい、今日1月3日に、はい、撮影してるんですけども、はいはい、今日、落語がここで行われるということを聞いてきたんですけども、はいはい、まさしく、この本棚もガラガラと、そうです、本棚がガラガラってやつですね、動いて講座と客席ができると、はい、ああ、そうなんですね、はい、うん、これは森さんが森さん自身が落語をされるんですか。私趣味が髪型落語なんで。あ、そうなんですか。落語を語らせてもらったんですよね。そしたら芸名とかそういうの、はい、正規店1ページ、はい、1ページ1ページです、はい、さすが本屋さんですね。もちろんですよ。あ、なるほど。
じゃあ、今日その落語、はい、あの森さんの落語をまた後で、うん、あの拝見させていただきたいと思います。笑ってください、はいはい、大声ちょっと出しておきますので、声張らないといけないですからね。張ってください、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。いいですね。白はどうしてるかと言いますと、この表門でちーんとこう座ってましてですね、でこのジンベエさんのお参りが終わるや否や、ジンベエさんにこう飛びついてまいりました。おお、これこれこれ、落ち着け落ち着け、お前、かわいいな、いやいや、なめんなよ、そんなことはないわな。あ、今日は満願の日や。ひょっとしてこれ人間にやったんちゃうか。ちょっと日本円して立ってみよう。おお、立てるがな、立てるがな、これ人間になったんや。いや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 、目の位置が変わると見える世界がこう変わってくるもんやな。あ、喋ってる、人間の言葉喋ってる。うわー、前から人間の言葉分かってたんや。さあ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 、今のうちに食べ、今のうちに。こらこらこら、お前、お茶碗に顔突っ込んでどないすんの、お前。顔中ママツボだらけやな。ゆっくりゆっくり、ちょっとお茶碗貸してみようね。こうやってな、丸して、こうやって食べた、うん、食べた食べた、ええがな、ええがな。もうややこしい、もう今日は手でいけ、手で。なんや、お前、味を頭からバリバリと。歯だけは丈夫なもんだ、歯だけは丈夫だ、お前。あれ、もう食べてもた、早いな。よしよし、おとなしく人間らしく行けよ、人間らしくな。もう水もんで来てくれるから。はい、井戸さんどうもありがとうございます。やっぱりちょっと見てて、そのね、自分が思いもよらない本に出会えるとか、うんうん、そういったなんか喜びがあるような本や でかつなんかその地域の中でこう論語やったりとか、落語をやってみたりとか、あと、大人の、人間学塾、人間学塾、ね、まあ、読書会やったんですよね、はい、そういうのもやったりとかして、うんうん、その地域の中にこうある本やっていうことで、なんかすごい、こういう本屋のある町に住めたらすごいいいやろうなというふうに思いました。はい、ありがとうございます、はい、そんな感じでこう やってはるという。そうですね、はい、もう日本全国からお客さんが来るわけでもなし、はい、基本的には地域で本を選んで買ってもらうっていうような店ですので、うんうん、やっぱり地域の人たちに愛される、はい、地域の人たちが求めるものは何かと考えて本を選んでるっていうことなんですね、はい、あ、いいですね、はいはい、これでちょっと妻にたくさん人が住んできてくれたらいいですよね。そうですね、はい、どんどん発信していこうと思います、はいはいはい、今日は井戸書店さんの、森さんのところにお邪魔しました、はい、どうもありがとうございました、はい。